津波の到達ラインに東北三県に桜をまずは点で植えていって、それをできれば線でつないでいって、あのここまで津波が来たんだっていうことを後世の人まで伝えて、あのまあ危険なんだっていう意識を忘れないようにっていう企画でやりたいんですっていうようなことで、でその村上先生が来校したって縁があったもんで、うちの方にまずそのプロジェクトの一つ目の学校として、そうですね、あの来たいんだっていうようなことで、あの前校長が、まあ、それは素晴らしいことですっていうことでお引き受けして、まあ、学校の生活の方は大体日常に戻ってるんですけども、七ヶ浜町は被災で給食センターやられたもんですから、3ヶ月に1回まだそのしかあの普通の給食を食べられないっていう状況。子供夢議会っていうのを七ヶ浜町で、あの本当の議会と同じように、あの町の町長さんはじめが対応して、子どもたちが議員の役割を果たして問題意識をそれぞれの学校から提案するって、あとかそれに町がどう対応するかみたいな答弁の機会があるんですが、それをうちの児童会として、あの節電をしようっていうようなところでまとめた新聞ですね。それぞれに、あの身近な課題から、それから町としての子どもの視点から見た課題とかっていうものを実際自分たちもどう努力しようかっていうようなところで、いろんな提案をその都度してみたいな。学校間の連携を深めながら障害学習を展開しようっていうようなところで、ジョイント5っていうのは名前をつけて、5つの学校でそれぞれこういろんな事業を交流しながら、あるいは同じように進めていこうっていう中の環境の中で、どう子どもたちの教育活動をその被災によってこうなんか縮小するんじゃなくて、通常通りに展開していければっていうアイディアなり出していかないとっていうのを。